知らない人これは私が体験した話です今から5年くらい前の話です5年前の夏休み私と妹は母方の実家へ泊まりに行きましたその時母の妹も来ていてその息子のたかしく君も泊まりに来ていました たかしくんは私の一つ下、妹は私の二つ下でした。その日の夜、私とたかしくんは遅くまでビデオを見てお菓子を食べていました。あれこれやっているうちにいつの間にか12時を回っていました。でも、まだ眠気がこれっぽっちもない私たちは、祖母に、 怖い話をしてくれと頼みました祖母は「早く寝ないと明日は海に連れてってあげないよ」と言われ私たちはしぶしぶ2階へと行きました布団の中でゲームやろうとたかし君が言い出し私もそれに賛成し一緒にゲームをやっていましたしばらく 時間が経って誰かが廊下を歩いてくる音がしたんです。誰私は体を起こして障子の方を見たんです。隆くんも気づいており障子を見つめていました。そして障子がスーッと開いたんです。そこに立っていたのは怖い顔をした祖父でした。 まだ起きてるんか早く寝ろと私たちは怒鳴られてしまいましたでもそれだけでは懲りない私たちは電気を消しておしゃべりをしていましたその時また廊下から足音が聞こえるんですやべまだおじいちゃんが怒鳴りに来たかたかし君はそう小声で私に言ってきたんです でも、私は祖父ではないと思いました。なぜなら、この家の廊下は、祖父と祖母の寝室からはほんの5メートルくらいしか離れてないのに、その足音はずっと歩いているんです。そしてその足音は、私たちの寝室の前でピタッと止んだんです。私はたかし君の方を見ました。たかし君は少女を見たまま動きません。 そして障子がスーっと開いたんですそこに立っていたのは祖父でも祖母でもない知らない男の人こちらを見ているんですずっとそしてその男は手に何かを持っていました今思えばそれは刃物のようなものだと思います 男は私たちに何かを言いました。はっきりとは聞こえませんでしたが、確かに何かを言っていたんです。気づけば、もう朝でした。そして、このことをすぐ祖母に話したんです。でも祖母は、気のせいだと言って取り合ってはくれませんでした。そして、隆君は何も話そうとせず、 私たちはそのまま海へ出かけました。あれから5年が経って最近また祖母の家に行ったんです。しくんも来ていました。私は思い切って聞いたんです。あの日のことを。しくんはしばらく黙ってから私に話してくれました。あの夜、 かしくんもやはりあの男を見ていたんだそうです。そしてあの男が何を言ってるかも分かっていたそうです。男は早く逃げろと言っていたそうです。なぜ逃げろと言ったのか今でもわかりません。その日の帰り、母におばあちゃんちで何か怖い体験したことあるなどと何気なく聞いてみたんです。 母は「あるよ。何だってあの家の2階は霊堂だからね」笑いながら話していた母「霊堂は文字通り霊の通り道であの夜見た男はやはり霊だったのか私はそう思いました」「あの男は今も2階の廊下をさまよっているんでしょうか?」 私はこの先多分あの家に泊まりに行くことはないでしょう。